マーシャル・オブ・イタリー・スリー・ブランク・インシグニア・イタリア王国元帥は、サボヤ・アサ・イタリア王国における、王立陸軍の最高階級を指す。本記事では、王立海軍の元帥色と、王立空軍の帥職色、およびイタリア植民地帝国の大元帥色についても、併記する。インシグニア・フォー・ザ・ショルダー・オブ・ザ・ランク・オブ・マーシャル・オブ・イタリー・リソルジメントを経て成立した。 サボヤアサ、イタリア王国においては、対象職が陸海軍の最高階級とされ、当初は減水職は設置されていなかった。この制度は19世紀から20世紀初頭まで継続したが、第一次世界大戦後に変化が生じた。同大戦でイタリア王国はイギリス帝国、フランス共和国と並んで協商国軍の中心国となり、ドイツ帝国、 オーストリア・ハンガリー帝国を中心とする中央同盟に勝利して戦勝国による国際連盟の常任理事国となった。1924年11月4日、退役兵の支持を集めて王国首相となった国家ファシスト党のベニート・ムッソリーニ党水は対戦での勝利を称用するべく、対戦後半に参謀総長を務めたアルマンド・ディアズ陸軍大将に イタリア王国元帥の称号を与え、任官した。ちなみに、大戦前半に参謀総長を務め、軍事的失策から更迭されたルイージ・カドルナ、大将も同時に任官されているが、これはディアズの元上官であるカドルナの面目を失わせない、ための恩情と一般に見なされている。海軍からは、オーストリア帝国海軍の戦艦戦とイシュトバーンを撃沈して有名を馳せた。 マス魚雷艇部隊の設立など、対戦時の海軍式に活躍したパオロ・タオンディ、レベル提督が、海軍元帥に任官されている。1926年6月25日、対戦後半部の第三軍司令官であり、サボイア家の構成員でもある、第二代アオスタ公爵、エマヌエール・フィリベルト・ディ・サボイア・アオスタが任官したのを、はじめとして、エンリコ・カビー・リャ陸軍大将。 ガイタのジャルディの陸軍大将、グリエルモペコリジラルディ陸軍大将ら対戦時の軍司令官たちから新たに元帥が選出された。また当時の陸軍参謀総長であったピエトロ・マドリを陸軍大将は対戦時点では将校だったが、いつ早く元帥任間を果たしている。ファシスト4天皇の一人で陸軍組織から独立した王立空軍を率いるイタロ・バルボクヨ軍大臣が、 自ら大西洋無着陸飛行を成功させ、バルボとイタリア空軍は世界的な名声を獲得した。1933年8月13日、バルボは空軍元帥に任官された。1935年11月16日、同じくファシスト4天皇の一人で、主に退役兵装を取りまとめていたエミリオデーボーの陸軍大将が8人目の陸軍元帥に任官された。 1936年5月9日、第二次エチオピア戦争終結後、ピエトロ・バドリオ元帥の副官として、ソマリランド方面軍を指揮したロドルフォ・クラツヤーに、陸軍大将が元帥に任官された。第二次世界大戦が勃発すると開戦後のつまずきの責任を取って辞任したバドリオ元帥に代わって、ウーゴ・カバディエロ陸軍大将が、陸軍参謀総長となった。 1942年7月1日、カバレーロ参謀総長は元帥に任官されたが、バドリオ元帥同様に、形勢立て直しに失敗して1943年7月に、役職から解任されている。1942年8月12日、ドイツアフリカ軍団を指揮するドイツのエルビン・ロンメルが、同国元帥に昇進したことから、指揮系統上の祖語を避けるために、リビア総督。 エッドオーレ・バスティコ陸軍大将が、元帥に任官された。1942年10月29日、サボイア家の大大使である、ウンベルト・ニコラ・トン・マーゾ・ジョバンニ・マリーア王子が、フ不ー・ビット・オリオ・エマヌエーレ賛成によって元帥に、任官された。敗戦が近づく中、東部戦線で、サボイア・隆起兵連隊などを率いて、軍港を挙げた、ジョバンニ・メッセ陸軍大将が、 イタリアドイツ戦車軍の総司令官として、独医療軍兵士の武装解除を決断した際、本国政府から陸軍減帥に任命された。同年に、ムッソリーニの失脚とドイツの介入で、イタリア王国が内戦状態に陥り、戦後に成立したイタリア共和国では1947年に減水職が廃止された。よって、序盤にメッセ減帥が、 イタリア王国元帥として任官された最後の人物となる。ファーストマーシャル・オブ・ザ・エンパイア・スリー・ブランク・イン・シグニア、ファシスト政権による独裁体制が長期化する過程で、その指導者であるベニート・ムッソリーニは王国首相に代わる役職として国家統領職を制定した。議会の指導を受けない同職の設置、就任でムッソリーニの政治的権力は確立されたが、 軍事的権力はイタリア王、ビットリオ・エマヌエーレ三世と王家に握られていた。1936年5月5日、第二次エチオピア戦争での勝利で、同国はイタリア王国の同君連合として統治される時代を迎えた。イタリア王はエチオピア皇帝を兼務する存在となり、双方を合わせてイタリア植民地帝国と呼称された。後にエチオピア領に 周辺の植民地を合わせて東アフリカ帝国として再編された。1938年3月30日、ムッソリーニはサボヤーサの下で治められるすべての国の最高司令官職として王国元帥の上位に位置する大元帥職を制定した。そしてサボヤーサの当主たるビットオリオエマヌエーレ3世と知性を預かる自身が 最初の大元帥へ就任することを宣言した。大元帥への共同就任により依然として、サボイア家の貢献を受ける形ではあるものの、ムッソリーニは統帥権の獲得にも成功した。サボイア家にとっては、サルデーニャ王国時代に発生した1848年革命への対応として、当時の課長カルロ・アルベルト・ディ・サボイアが制定した憲法以来、サボイア家の軍隊を、 サボヤ以外の人物に預けた唯一の例となった。ページオブザイタリアンアーミーホームサイト w w w e s e r c i t o d i f e s a i t ありがとうございます。